倉敷の名物の一つに古市のぶっかけうどんというのがあるのですが、それの自動販売機があるという情報を見つけたので買ってみようとやってきたのは、倉敷の中庄にある中島店です。あの黄色い自動販売機がそうみたいですね。買えるラインナップはこんな感じ。今回は凍らし麺を買ってみます。ん？あれ？370円？こっちは530円って書いてるけど。まあいっか、セール中なのかな。開店前で開いていません。自動販売機は24時間いつでも買えていいですね。では帰って早速食べてみましょう。左がおんぶっかけ、右が冷やしぶっかけのレシピになっていますね。冷やしぶっかけを作ってみましょう。まずは中身を出します。麺、おつゆ、具がついてるのは楽でいいですね。水を熱湯に30秒ぐらいつけて解凍しました。ちょっと氷が残ってるくらいがいいそうです。熱湯に麺を入れて熱っ、そしてほぐす。茹でた麺を冷やして水切りして丼へ。具をトッピングして水をぶっかけて、完成です。古市のぶっかけはおつゆが本当美味しいんですよ。ちょっと甘みがあって、あー美味しかった。続いてデザートです。帰り品にシャトレーゼに寄ったのですよ。久しぶりに行ったんですが、なんかシャトレーゼすごい美味しそうなもの増えましたね。つい物欲が爆発しまして、いっぱい買ってしまいました。揚げ餅、これはあられです。こんなちょこっと食べれるサイズがいろんな種類ありました。シュークリームが気になっていたのですよ。100円に込めた傑作スイーツっていうフレーズに惹かれたんです。ほんのり桃の味がして美味しかったです。あとはどら焼き、ドーナツ、パンもあったし、いろんなもの売ってますね、シャトレーゼって。